つけて。よかった。元の空間に戻ってこられた。さっきの戦闘では本来の周波数の波動は抑えられていたみたい。権限を認証しました。おい、ほら、手当たり次第に食べるな。今のめちゃくちゃまずかったぞ。いろんな味が複雑に混じってて、おえ。これはなんだよ、じっと見て。そう、この周波数よ。はるか昔からこの周波数はあなたの中にあった。気になるけど今はそれほど重要ではない。この我が重要じゃない？失礼なやつだな。お前のせいだろ、腹が減ってるからって何でもいいと思うな。さっきの調味料全部ぶち込んだみたいな味がしたぞ。深淵の奈落に落っこちたみたいな味だった。もう二度とあんなの食うもんか。だからこそそれはブラックホールと呼ばれているの。あの子、周波数の性質がわかるのね。ネクロスターの周波数は確かに複雑。あの子の言う通り、体にどこか不快なところはない。違う、そうではなくて、あの子と一緒にいて異常を感じたことはない。それならよかった。ネクロスターのコアは手に入った。あとは調律ホールへ持っていくだけ。残りの時間、最後までそばにいさせて。私との約束。こんな手はどう？
町は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた。すべての命は悲鳴に飲まれた。100億もの人々が悲鳴によって消えた。彼らが悲鳴の中で味わった絶望、無念、怒り、そして後悔、そのすべてがテティスに記録されている。帰らぬ人となった彼らの名前もここに残されている。あなたはどうしてここにいるの？私はテティスの中枢で、ブラックシュアの所有物。私のソムラはここにある感情を受け取る器だから。ごめんなさい、ソノラを制御しきれなかった。あなたがブラックショアを去った後、私の職務はここのすべてを守ることに変わった。ここを守り通して使命を果たせば、あなたを見守ることもできる。実際に悲鳴に巻き込まれたことはないけれど、人々の記憶が私に教えてくれるの。悲鳴のデータは私の体内を流れて星に変わり、テティスシステムも私を通して悲鳴の警報を発する。ごめんなさい。私は職務を全うできなかった。ここを守れなかった。私がもっと努力して彼らの感情を理解できていたら、こんなことにならなかったかもしれない。ソノラも、この体も、私のすべてを捧げて、できることをしてきた。だからこそ、私は星空を、そして、あなたを守ってこれた。漂白者、これは約束なの。過去から今まで変わることのない約束。必ず方法を見つけて、逃れられない運命とあなたを巡るメビウスの循環を断ち切ってみせる。そのために尽くすのが私の存在理由。この感情はどう表したらいいの？罪悪感、喪失感、それとも未練。こういう時どんな顔をすればいいのかわからない。どう？溢れ出したデータがさ、ここに集まり始めている。彼らも自らの使命を全うしようとしているので、
気をつけて。きらめき昼夜健康昼夜健康漂白者さん、お待ちしていました。みんなのおかげでこちらは準備万端です。あとは持ち帰ってくださったネクロスターのコアを加えるだけですよ。テティスシステムに異常が起きてからうちの収容員も頑張ってますので、各地で戦いながら重要な製図を回収しているんです。それから製図の中にショアキーパーさんの周波数が現れて、被害を受けた周波数をなくさめる様子も観測しています。ブラックショアはいかなる時もメンバーを一人で戦わせたりはしませんよ。その黒い星をあそこの解析装置の上に置いてください。今から私たちで再調律を行います。調律が完了すればテティスシステムのデータ流出も修復されるはずです。製図のステータスを確認。ネクロスター、この製図の調律を再度行いますか？ネクロスターのバックアップデータを読み込み中。嫌いの港、対象データの読み込みが完了しました。ご確認ください。あそこが調律データの入り口です。再調律された製図も今のところ問題なさそうですね。あの中からテティスシステムの再調律データを手に入れれば調律完了です。待って、ネクロスターが制御されてからテティスシステムにおける私の演算負荷が下がった。私も一緒に行かせて、漂白者。これは私との約束。大丈夫。ソノラをたくさんつなぐことで体の摩耗は修復できる。私が存在しているうちに使命を果たさなければいけない。心配しないで、もう誰も傷つけさせないから。お願い、私を信じて。昼夜健康。嫌いの港もかつてはこんな風に栄えていた。あの時代は開拓への自信が町の人々、そして世界を動かしていた。船で海路を、車輪で陸路を制し、人々は戦乱や衣食住に悩まされることなく
愛と平和を育んでいった。日に日に高くなる建物のように人々は自信に満ち溢れ、みんなが理想の実現を信じていた。あの夜景にきらめくビルが見える。あのビルは当時天空に最も近いと言われた場所。あの頃人々が望んでいたのは、近くの衛星だけでなく果てなき宇宙との共鳴を実現すること。彼らは高い理想を掲げ、彼方の地に思いを馳せ、未知なる世界へ足を踏み入れることを願った。当時の人々には夢があり、実現させるだけの力もあった。けれどその夢は、ソノラの中でも現実でも、私はこの街を自分の目で確かめたことがない。どうやって街が作られ繁栄し滅びたか、あなたが教えてくれたのよ。これはあなたが過去に経験した出来事。この街がどう発展したかを語るとき、あなたはいつも微笑んでいた。もしかしたらいつかこの街での出来事が重要な手がかりになるのだと、あなたは気づいていたのかもしれない。ここは滅亡1時間前の嫌いの港、災害発生1時間前が私の演算で再現できる限界なの。私たちが前へと進めば進むほど、ここは滅亡に近づいていく。テティスシステムの再調律データは悲鳴が起きたあの瞬間のものなの。私たちに歴史を変えることはできない。過去の歴史であろうと未来の歴史であろうと、この物語の中であなたは何を経験したの？それはどんな感覚だったのかしら。テティスシステムからの指令じゃないわ。私が知りたいだけ。教えてくれる？ここの障壁を、こういう純粋なソノラで構築された空間の中なら、ポータルの入り口も出口もしっかり制御するから。さあ、行こう。この温かい飲み物、いい香り。こういう飲み物、あなたは好き？わかった。覚えておく。
生命の箱舟の植生データにはこの原材料の種が保存されているわ。花園で育ててみてもいいかも。私のソノラにこれを用意しておけば、あなたが旅で必要になった時、いつでも持っていける。どうしてもあなたに喜んでもらいたくて。おそらく障壁を越えてここを離れるにはシークレットキーが必要よ。ポータルを使えばシークレットキーが手に入るかもしれない。昼夜健康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 。脅威を発見。一緒に片付けよう。データの断片がここに侵入しているみたい。つまり悲鳴の源に。